日本から出て行け。日本で日本になる理由。お前は出てきゃいやないか、日本から。お前嫌なんやろ。なんで投げよ、おいくがよ、なんや、お前なんなんや、お前、お前ここ日本やぞ、お前何考えとんねん、お前は出てきゃいやないか、日本から。お前違うんか、え、領海侵犯するわ、お前、お前ら日本大使館にお前石投げまくっといてからに、これ石投げようとしたな、お前な、え、お前外交特権持っとって、お前日本なんや、お前が来いだったら怒りけへんがや、これ。ええ、なんでお前日本におんねや、ここ日本やぞ、お前日本で日本人何やっとんねや、帰れよ。ああ、何やっつける、何やとこれ、外交特権もてよう言えないか。何やっつけるな、了解侵犯するなよ。共産党は領海侵犯をするな、さらにそれを否る、どういう領限か。上陸国、国民と言っとけ、尖閣諸島は日本国の領土である。領海侵犯するな、さらに否るな。この石を中名古屋支那総領事館職員の D が私に投げつけようとしました。この石です。大きさはこれぐらいです。頭に当たれば死ぬ恐れもあります。これを中名古屋支那総領事館の職員 D が私に投げつけようとしました。大変な暴挙であると思います。抗議部、日本国尖閣諸島付近に盗っ人を竹だけ出没、支那共産党は漁業監視船なる盗っ人侵犯船を派遣したことに断固抗議する。支那共産党は即刻在日支那人を本国に全員送還せよ。後期1670年9月10日支那共産党中央委員会総書記胡錦涛殿、
迎えよ。そしてさらに担うとは